皆さんこんばんは。天狼書店店主の三浦です。いつもありがとうございます。はい、今日はですね、まずは謝罪から入らせていただきます。はい、 Google バードさん、本当にすいませんでした。今までケチョンケチョンに言いまして、はい、ずっとチャット GPT ばっかり言ってですね、 Google バード、なんとあろうことかおバカさんとか言ってたんですけど、今日は本当にすいませんでした。 Google さん、謝罪から入らせていただきます。というのも Google バード、めちゃくちゃ使えるようになってます。9月に、2023年の9月にアップデートがされたんですけども、このアップデートが相当すごくてですね、今ちょっとデモンストレーションするんですけれども、よく考えてみると、2023年の3月あたりからチャット GPT-4 が実用化されてきて、一気にここの半年間でですね、かなり変わってきたんですよね。で、ここまで来たかと。で、今回のちょっと主題、この YouTube の主題はですね、マルチモーダル化っていうやつなんですね。これ、やばいんですよ。やばい。で、今回、超実用的な使い方っていうのをやってしまおうと思うんですけども、これをやってしまうと、様々な分野でいろんなプロが、この AI の使い方が劇的に変わるんじゃないかなっていうところですね。まずは今回は目についてですね。AI が目を持ったっていうところになってきます。で、チャット GPT の方でもやるんですけど、今回はバードでやっていきたいと思います。では、早速ですけれども、画面見せましょうか。はい、いきますね。はい、これがですね、 Google バードさんですね。この試験運用中って書いてあるものなんですけども、 Google バードっていう、まあ、チャット GPT みたいな AI だと思ってもらっていいですね。で、これが結構なかなか今までは使えなかったんですよ。ところが、相当使えるようになってきます。で、まあ、5月のアップデートで、かなりいいモデルが入ってきて、まあ、使えるようになってきたな、チャット GPT に匹敵するかなっていうくらいまで来てたんですけども、ここで1回ちょっと凌駕してます。チャット GPT をもしかしたら凌駕してるって部分があるかもしれなくて、それは何かっていうと、ここ、皆さん分かりますかね？ここです。何がありますか、これ、鳥居さん。はい、写真のマークなんです。これちょっとやってみましょうか。恐ろしい、カメラマンの使い方としては相当恐ろしいことができるようになるなと思っていて、で、例えばなんですけど、画像をアップロードするってやつで、ここにある、写真っていうのは、実はですね、これ今アップロードしたんですね。アップロードしてるんです。今 Google 回ってますよね。これ何かっていうと、僕が見せる姫ホトで湘南でお客さんを撮った写真です、実際の。で、これについてこういうふうなメッセージを打ってみましょうか。この写真の撮り方を詳しく教えてください。え、何言ってんのって話じゃないですか。これができるかどうか問題なんですけど、はい、これで一回やってみましょうか。送信ボタンですね。さて、できるのかっていう問題です。これ何がなければならないかっていうと、目を持ってるかどうか問題ですよね。今画像をアップロードしてみたんですけども、もしこれができるようになってるってことになってくると、かしこまりました。詳しくっていう、海の中に立っているという構図になっています。みたいな。やばいです。やばいです。やばいです。見えてます。やばくないですか？見えてます。はい。で、カメラの設定まで教えてくれてます、これ。で、これ、恐ろしいんですけれども、ちょっと間違ってるかどうかって、後で、プロとして、見ていきますね。なんですけど、まずちょっと注意点としては、撮影する場所、海岸、砂浜でやっている、これ素晴らしいですよね。海の景色と女性の姿を一瞬映すことができる理想的な撮影場所です。これも分かってますよね、ちゃんとね。で、撮影機材としてはっていうので、いろいろ書いている。で、撮影方法は以下の通り、カメラの設定をします。露出は、女性の顔が明るく映るように調整して、間違いないんですよね。で、ホワイトバランスは海の色に合わせて調整する、それも間違いないです。で、シャッタースピードは、125分の1でやっているでしょうっていうのを、言ってますね。で、絞りは被写界深度を浅くして、女性の顔を強調するために F 値を小さく設定している。おお おおおで、構造を決めるってやつも、もうこれ、こういうふうにちゃんと詳しく書いてるんですけど、で、これ、僕の手法として、本当にこの通り、逆光を活用したんですよ。ここに書いてある通りです。はい。ここのバードさん言ってますよね。逆光を活用する。
すごくないですか。分かってるんですよ、全部。で、逆光で撮影すると女性の姿がシルエットになったりっていうのがあるんですけど、わざと逆光にすることによって、まあいい感じのさっきみたいな写真というのができてしまうんです。こんな感じのやつですね。わざと逆光っていうのを使ってます。本当にそうです。で、長時間露光っていうのをやると面白いよって言ってるんですけど、僕は今回これはやらなかったです。あの、長時間露光するとどうなるかっていうと、海がとろけたような形になるんですけど、まあ被写体としては、今回は使えない状態だなと思ったんで使ってないです。なのでこれは×なんですけど、それ以外はほとんど合ってますね。合ってます、合ってます。で、レタッチで仕上げてます。で、これちょっと答え合わせなんですけども、で、どうやって仕上げたかっていうところもちょっと答え合わせしていきますね。実際の、僕が編集したレタッチソフトの、ライトルームの数値です。さてどうですかね。 F 値 2.5 低めです。当たってる。はい。シャッタースピードは外れてます。シャッタースピード125分の1。ただしなんですけど、フィルターをつければ125分の1くらいでやるんですけども、今回僕らフィルター持っていってなかったんで1600分の1っていうのを使ってるっていうところですね。まあほとんどここ設定部分とかでも当たっている。前やった時にはですね、このレンズの焦点距離まで当ててきたんですよね。これ広角レンズって言われる部類なんですけど、だいたい 24mm とか 35mm って僕使ったりするんですけど、それを入れてることもチャット GPT さんなんと分かっている。チャット GPT さんじゃなかった、またすいません、バードさん、バードさん分かっているって状態になってます。恐ろしくないですかこれ。はい、目を持ってしまったんですね。で、撮影方法を教えてくれってなったら、こういうふうに全部教えてくれるってことになります。はい。で、例えばなんですけど、どういうことができるんだろうっていうところで、さらになんですけれども、例えばこの前ですね、これ Google の方に行ってみますね。Google の方に行って、この前ね、東部でですね、これ、信玄、北海道展やってたんですよ。信玄味噌ラーメン、画像って検索しますね。そうすると、まあ出てくるんですよ。こういうふうに。こういうふうに。はい。あ、ちなみにこれもですね、新しい機能ですね。ここのところを開くとっていうところ、前の動画とかでもやってると思うんですけど、これ、ここでも AI が使えるって機能。SGI ってですかね。SGI。で、これ、信玄について検索だけじゃなくて、AI にも考えさせるってやり方になっています。で、今回の場合は、ちょっとここの味噌ラーメンの画像っていうのを、めっちゃ美味しかったんです、この前。食べてみて、死ぬほど美味しかったんです。なので、ちょっと作ってみたいなと思って、作り方わかんのかなと思ったんですね。なのでちょっと画像っていうのをやってみましょうか。もう何でもいいです。何でもいいです。どれでもいいです。わかりやすい絵、どれでもいいんですけどね。この辺の絵、開いてみますか。ここのところ。食べログだそうです。食べログだそうです。じゃあもうこれ、適当にですね、もうここ、スクショ取っちゃいますね。ここのところ。はい。あ、でもこっちの方がなんか美味しそうだよね。こっちの方がはっきりしてるよね。こっちの方がはっきりしてる。イトロングさんのやつをちょっと撮らせてもらってですね。はい。何をやるかっていうと、先ほどの Google バードさんのところに行きますね。はい。今度バードさんチャットを新規作成にしてですね。もう一回やってみます。今度、今スクショ撮った方の写真、どちらだろうな、上だろうな、多分な。上の写真ですね。これ開いてみます。このラーメンの作り方を、詳しく教えてください。やばくないですか？これできたら。はい。これ目があるんだったら、これラーメンが味噌ラーメンだっていうことが分かる可能性がありますよね。目があるんだったらですよ。Google バードさん。あ、ほら、味噌ラーメンっての分かった。使い方を分かるってことですね。こんな感じ。これね、ひどい時にはここ、ラーメン信玄っていうのを当ててきたりします。ひどい時には。はい。じゃあ前実験したやつのやつもちょっと見せておきますね。こういう時にためにもう作ってあったっていうやつもあって。あ、これは違うやつか。あ、消してしまいました、そういえば。はい。で、さらになんですけれども、まあこれ味噌ラーメンだっていうのを分かってるってことですね。で、作り方も分かる。作り方は分かる。で、例えばなんですけども、じゃあ、自分がスマホで撮りました。で、
これカロリー計算してみください。できますかね。この写真のラーメンのカロリーと栄養素を詳しく教えてください。いいですかね。これ分かるわけないじゃないですか、中に何入ってるかも。なんですけど、さてどこまでいけるか問題です。はい、悩んでるかな。お、1杯あたり 100g あたりみたいなやつが出てきた。栄養素がこういうものが入ってますよっていうのが入ってきた。このラーメンはこういう風なやつで、ちゃんと成人男性1日の摂取カロリー、これの 27% に相当する。はい、実はこれ何に使おうかと思ってるかっていうと、自分でもっと詳しく説明もできるじゃないですか。じゃあ信玄のラーメンだとかマクドナルドだとかっていろいろ食べたやつ、これ何かっていうと、まあ、1月から、絶対0度姫ほとの、レコーディングプランみたいな形で、みんなで、相対的な美ではない絶対的な美について手に入れようという女性限定のサービスが始まったんですね。でそれの時にカロリー計算とかそういうこともレコーディングしていくので、これはもう AI さん、もうね、昔はね管理栄養士さん雇ってたんですけど、ですね、費用が合わなくて大赤字だったんですね。ということで、Google Bardさんでもいいんですけども、チャット GPT さんでもいいんですけども、こちらを使わせてもらってレコーディングをしようかなっていう、これができてしまう時代になってしまったってことになってしまいますね。はい、こんないろんなことができてしまう。もう今これ何かっていうと、マルチモーダルっていうやつなんですね。でマルチモーダルももう分かんないじゃないですか。でマルチモーダルについてちょっと検索してみましょう。はい、なんとこれ分かりますかね。 SGI ですかね。 SGI ってこれ仕組みなんですけども、今度 Google の、Google 検索で負けるってなったんですよ。このままだと AI とかに駆逐されてしまうだろう、もうチャット GPT で調べる人が多くなって Google 検索されないんじゃないかなっていうところで危機感を募らせて、この SGI っていう方式を Google はもうすぐさま生み出した、作り出したんですね。これ何かっていうと、なんと検索だけじゃなくてここに AI も登場するっていうやり方です。で Google Chrome とかを使うと、実はここでチャット GPT のにも質問ここでできるっていう、こんな感じです。チャット GPT までここで使えちゃうっていう、こんな時代になっちゃったってことですね。この後に検索結果がこうやって出てるってことです。はい。で、マルチモーダルって何かっていうと、目や手や鼻とかいろんなやつがついてくる、AI についてくるみたいなイメージです。ここにも書いてるんですけど、テキスト、画像、音声、動画などの複数の情報を一度に処理することが可能な AI 技術。だからさっきの写真のやつとか分かったってことになりますね。恐ろしい時代になってきました。はい。なので、これね、日進月歩で、今度何が起きるかっていうと、実はなんですけど、チャット GPT が GPT-4V ってやつを出したんです。これビジュアルとかって読まれるんですけども、これについにマルチモーダル、目と耳がついてくる、口もついてくるっていう、AI が今度導入されるんですけど、これなんでかっていうと、Google が出してきたから、OpenAI がまた重ねて出してくるっていう、こういう戦争になってるって感じですね。こうなると何かっていうと、週おきにもうやらないとダメになってくるんですね。で登場するのが、僕らの AI パイロット養成ラボ AI マキシマイザーズっていうのが10月から始まりますんで、ぜひそちらでお客さんと一緒に研究したいなと思います。でもうね、実は先行して走っていて、まだ総会っていうのが始まってないんですけども、今の時代ではもう先行してお客さんに研究してもらってるんですね。何研究してもらってるかっていうと、マイクロソフト365コーパイロットっていうのがついに使えるようになっていて、で我々 Mac ユーザーとしては使えないんですけど、まだ、Windows ユーザーの場合はもう使える、入ってる、 Bing みたいな感じで入ってるらしいんですよね。それを総会までお客さんに今研究してもらってます。で我々みんなは11月の頭に使えるようになるみたいなんですけど、それまでどうやって、Word、Excel、PowerPoint とかが変わってくるんですよね。 Teams とかも変わってくるんですよね。これどういうふうに変わってくるかっていうのも随時研究していきたいと思います。で今回は、Google Bard についてやったんですけども、あと ChatGPT4 で、 ChatGPT4 の中でも ChatGPT4、 GPT-4V ってやつも変わってくる。でこれをどうやって人生とか仕事に生かしていくかっていうのを徹底的にやっていくラボになります。でここまで見ていただいたお客さんのために、
AI マーケティング講座、これAI でマーケティングどうやって使うかっていうのをやっています。あと、ワンデイでやる無限ラーニング Z って、これ AI を使いながら学びを、新しい学びのやり方を徹底してやっていくっていう、講座なんですけど、これについても、クーポンコード発行しますんで、YouTube ご覧の皆さんは概要欄ですかね、あるいは録画でご覧の皆さんはこの辺あたりに出てますかね、クーポンコード、はい、これ5000匹のクーポンコードを発行しておりますんで、興味ある人はぜひ使ってみてください。あと AI 活用ラボですね、 AI 活用ラボは、人数限定でやっていきたいと思いますんで、 AI パイロット養成ラボというところに名前を変えてですね、こうやってなんかね、自由自在に AI を使えるようになってくると、もう人生全然差別化できるようになってくると思うんで、実際皆さんの周りでも AI 使いこなしてる人いますか？おそらく 1% 未満じゃないかなと思っていて、これをちゃんと使えるようになると圧倒的に今だと優位性を担保できるんじゃないかなと思いますんで、皆さん一緒に学んでいきましょう。あとはですね、絶対0度、1月から始まるんですけど、これも AI 活用していきます。こちらもご注目ください。あとはですね、ラーニングコミュニティ、天狼読書クラブっていうのが11月から始まります。で、これに関してもですね、AI で一緒に研究するっていう。我々もうすでにですね、コトラのマーケティングマネジメントとかを AI を使いながら50名様と一緒に読むとかっていうの実験はもう済ましてるんですね。かなり面白いこと結果が出てるんですけど、それを実際に今度はサービスとして提供していく。で、我々もゼミっていう形、教えるって形っていうより、皆さんと一緒に研究していくって形にしていきますんで、興味がありましたら概要欄とか多分この辺とかいろいろ出てると思いますんで、興味がありましたらぜひそちらでお会いしましょう。今日はありがとうございました。